はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。本日もね、お話しさせていただきたい3分でわかる安土桃山、時代という形になるんですけれども、豊臣秀吉がですね、何をやっていくかということですね。これは今日やっていくのは刀狩りということで、1588年に刀狩り令を要するに発表しますよという形になるわけなんです。で、もう武器取り上げましょうねと、武器取って取り上げていかないとダメですよという形になるんですよ。で、ここで大事になってくるのが、なんで武器取り上げるかっていう話なんですよ。皆さんも考えてもらうとわかるんですが、そう、武器いっぱい持ってたらですね、暴れたくなるでしょ。わかります？で、うわーとか言って、家の中に稲わじとか言ったら、ちょっとバーンとかぶっ放しみたいなとか、なるんですよ、これ。なるでしょ。だって、エアガンとかで持ってたら、絶対こうなんか撃って、空き缶撃ったりしたくないわけじゃないですか。なるわけでしょ。でも、ここで考えてほしいのが、おもちゃで作った段ボールの要するに刀とかでこうやってるわけじゃないんですよ。ガチの真剣なんですよ。ね。槍なんですよ。ね。で、鉄砲の火縄銃なわけですよ。こんなもん持ってたらですね、もうあっちもこっちも要するに戦争状態になるじゃないですか。でしょ？だから豊臣秀吉は何をしたかっていう話になるわけです。もう刀いらないでしょって。鉄砲いらないでしょって。もう戦争ないでしょって。じゃ取り上げてしまって回収してしまいましょうね。で、回収してしまったら、要するに、お金と分配か交換してあげます。で、この辺だと賢いんですよね、豊臣秀吉さん。要するに農民の気持ちをよう分かってるんです。よう分かってるんです。それからこの豊臣秀吉さんがこう、どんどんこういうふうに武器を集めますと。ね。で、集めたらお金と交換してあげるよ、ということになってくるわけですね。で、そうすると、要するに武器取り上げて、要するに、うまくいくやっていう風な形になるから、この刀狩りが成功すると。そうすると、世の中全体が平和になっていくよ、ということで、この1588年に武器を取り上げましたよ、という形になります。よろしいでしょうか？それでは、本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。